よろしくお願いします。毎度今日もプロ vs アマチュアという形でロボット、まあロボットといってもいろいろありますそうですね、どんな種類にしましょうか。 N さんのロボットのイメージを書いていただければ。ロボットってのはこういうだよねっていう、うん、ロボットはどういう形なんだ。ヘルメットかぶっているって感じなので結構帽子的な。あ、なんとなくここにもなんか、まあ、ベンティレーションというか、あのデザインがあのちょんまげからっていうのは日本の昔の髪型なんですけどそこから来たんだ、ええ、最初にロボットを描いてた人は何を参考してロボットを作ってたんだ。まあ鎧とかもう昔のアニメでアメリカンフットボールのヘルメットをそのまんまデザインしたロボットがありましたけどこういう正面の顔、電子だとミラーリング設定にして勝手に右に描いたものが描いてくれる。本当にアナログで欲しい。ロボットアニメは何年から？鉄腕アトム最初だと思う。そうですね、あ、じゃあ大体漫画と同じタイミングで。鉄腕アトムゆえにも漫画は全然ありましたけどね。超獣戯画とか、それ以外、そうじゃなくても、そうじゃなくても娯楽としての漫画は全然その前から続いてましたけど。へえ。まあ漫画っていうのは歴史が古いからね、ここからここが漫画ですっていうのはどれぐらいなんだろうな。そうね、ロボットを描くときに何を意識して描くよくなると思いますか。普通のおもちゃだと本当にデク人形だから、うーん、人として描くようにしてます。武器使うんだったら銃か剣どれがいいですか。やっぱロケットパンチでしょう。ロケットパンチ2D が好きすぎて立体感ちょっと忘れる癖まあプラモデルとか作って遊んでると自然に空間把握も。おお、いいアドバイス。もう今の時代、子供の頃からガンプラばっか作ってる子供たちも多いだろうから。そうですね。はい、できました。お疲れ様です。アメリカのフットボールの話をしたら、うん、フットボールっぽくまあまずは正面だから中心線引いてみましょうか。まああんまし大きく描くとかえって手間になっちゃうので、これくらいの大きさの方が描きやすいかな。なるほどロボットはよく顎出っ張っているものがあって、もうツタンカーメンのマスクのようにね、この顎ひげを表す、ここは大事ですね。うん、やっぱりその真ん中に宝石、もうあの額のエンブレムはそうですね、それガーンとはめておけばかっこよさが2倍になる、それだけで実際に描くときは普通のマーカーペンが、はいはい、G ペンはメリハリつけやすいけど、ロボットだったらそういうことがない方がいい。顔のドアップとかだったら、ね、輪郭線とかものすごく太くしたりとかしますよ。でもまあかっこよく見せるには影付けですね。ハイライトとか影の入れ方によって全然変わってくるんで。もうかっこよければよくて、光源がどこなんてお構いなしでこの穴が開いている線がハイライトのためですか。いえ、ただあの一直線に引くだけだと、ただ単に線を引いてるだけで立体感が出ないんですよ。なるほど。ところがあのメリハリとか強弱とかっていうことなんですよ。よく
っこよく見せるときに、うんうん、お手軽な手がありまして、顔半分をビールで潰しちゃいます。そうすると厚みが出るでしょう。うん、まあ、目のレンズに厚みを持たせるためにこういう風な影付けは、まあ、ピンクのところがハイライトで、はい、紺色に塗ったところが、まあ、中の厚みを表す影というような感じ。ハイライトを入れるんだったら勇者ロボ風に、まあこんな感じですかね。まあ、ちょっとお手軽ですがこんな感じで描いてみました。かっこいい。描き方としては正面顔とはいえ、ちょっとうつむかせた感じで描くと顎も引いて、そうですね、決まった絵になるんで、全然違う。私が描いたロボットは、うん、なんか元々人間でなんかロボットになった事故、うん、これはかっこいいですね。まあ、よくありがちなデザインですから、こういうのこういう部分の幅という厚みですね。 2D すぎてこれちゃんと真ん中に置いて目が集中するポイントがある感じで強い。ただ影の付け方次第ではね、立体感も出てくるし、そうですね、例えばこんな感じでこれだけでも結構立体感が出るでしょ。ちゃんと動けそうな機能を含めたらリアリスティックまあ油圧で動いてるんですよっていうような感じで、どうやって改造したらちょっと動けるようになれますか。そうだな、この場合こうあったとしたらもうこういう風に作っちゃってちょっと浮かせれば、そうすればこれフレキシブルにピコピコ動くじゃないですか、こういうの。そうですね、ここから発射してじゃあこのなんかボールベアリング的な形があると動けそうに見える、うん、あとこの吸気口なんかね、こういう風に描いとけばそれらしく見えるじゃないですか。確かに確かに、厚みが大事なポイントですね。あとはほらこういったところの溝のね、あるなしで結構。それは何のためにあるものですか。ガンプラ作ってみるじゃないですか、その筋が彫ってあるんですけど、そこにサインペンとか専用の墨で墨入れという作業をすると作品が締まるんですよ。へえ、こういうロボットだったら入れられそうなところは、あ、これは大事かもしれない、うん、このパーツで作られている感が強くなる、はい、一つのテクニックであって全体的にやっぱりパッと見てかっこよくなきゃいけないんですけどね。これがカメラアイだとして、なぜこんなところにまたカメラがあるのかって言われると、うん、あった方がいいじゃんじゃあ最後に構図的なことでV の形、かなり印象が変わります。あと顎の出っ張っているところは、尖ったところを作ることで締まった絵にしてるっていうのもありますからね。ロボットは特にシルエットが大事なもの、まあキャラクターでもそうですけど、シルエットでこれだと分かるのがいいデザインですから、ね、そうですね、はい、ではかっこいいですね、かっこいい。じゃあありがとうございます。さよなら。